どうも、翔です。以前のね、タイトルのところ、これ Xbox One でやってるんですけど、プレミアムって書いてなかったと思います。私ね、PS じゃなくて、Xbox360 の方ではプレミアム入ってたんですけど、Xbox One の方に、ではダウンロードするのを忘れていて、入っているのに、入ってないことになっていたと。せっかくね、経験値2倍とか、なんかいろいろ得点があったみたいですけど、全然スルーでプレイしてたということでございます。残念です。すっかり忘れてました。ダウンロードされてるものだと 勘違いしてましたね。今、Ongoing 100% Premium Member XP Boost Event と書いてありますけど、経験値2倍でなのでやっていきたいと思います。ってことでね、ナーバルストライクでいいのかな、読み方は。新しいマップパックが出たということでですね、これ Xbox One ちょっと配信が遅れていたみたいで、初日にプレイしたかったんですけれども、できなかったということでね、PS4 で遊んでる方はもうすでにプレイされてる方も多いんではないでしょうか。ってことはね、今回はこちらの方で遊んでみようかなと思います。前回ね、分隊長って叫びながらプレイするのがね、大変好評だったので、また似たようなことをやってみようかなと思いますけれども、最初の、なんていうのかな、マッチを探すところはね、もたついて途中参戦とか、ごちゃごちゃするので、ここで一回切りたいと思います。どうも、翔平でです。す。分隊長について勉強させていただいております。新マップ、オペレーションモーターということで、やっていきたいと思いますけれども、なんかいい試合がね、ちょっと圧倒的になっちゃうんでね、ここもなんかエンジニアで行った方が良さそうな感じがしますの。じゃあ、このまず船で、これ海のマップが多いんですね。なんかトロピカルな感じがちょっとしますけど、これ舞台は中国なのかな、これ。旗がいっぱいあっていいこと。お、すごい。工兵がいっぱいいて、さらに分隊長が指示を出してくれてるという奇跡の展開ですよ、これ。奇跡、奇跡。あ、ちょっと降りちゃった、間違えて。降りちゃったよ、間違えて。ちょっと僕も C 取らせて。ちょっと C、まずこれで変えとかないとね。 C は真ん中なのね。 D も、あー、すごいね、敵さっさと取ってきたね。歩兵戦で仕掛けていくより、多分お船でね、のんびりしてた方がマップ分かんない状態だとデスも少なくなるとは思うんですけど、それでは面白くないと思って、まず D に行ってきますね、分隊長は。とりあえず分隊長の指示通り動きたいと思います。よし、ここら辺いそうな気がするんだけどな。ほら、いた。あれは倒せないよね、多分ね。逃げられるよ、間違いなく。撃って位置を知らせてしまうよりかはいいような気がするんだけど、行かせてしまった方が。大丈夫かな？いた。よし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 。まだいると見た。1匹いると見たら3匹はいると思え。なんか撃たれてないか、俺。撃たれてないか、どっかから。だいぶそう。だいぶそうですね。よし。D 取りましたよ、分隊長。一緒に行動できなくて残念です。あれは、なんか誰か撃たれてる。倒した？また D に来んのかな、これ。 G 守れって言ってますね。 G に攻め込まれてるから、なんか面白い乗り物があります、ここ。まあ、敵にどこから撃たれるのかさっぱり分からないので、めっちゃ怖いです。いるいる、あそこに。あー、当たんない。よしよし、後ろから来る。後ろにいるような敵が。あー、本当かい。 M249、 悔しいな。もうちょっとで倒すような気がする。分隊長は船にいるのかな、これ。船かな、ちょっと分かんないな、これ。どこにいるの。あ、いた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 。でも分隊長お手伝いします。よし、分隊長、ジャベリンどんどん撃ってくるよ。あ、いた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 い
る。ちょっとまずいまずいまずい、全滅、分隊員が全滅してるぞ。これすいません、ヘリコプターの位置とかチェックしないと。どこだろう、
絶対今の状態で勝てるわけがないので、ちょっと回復してから。いる？うわー来てる。まずいまずい。1人が3人になった。ちょっとじゃあどうしようどうしようどうしよう。なんかいい試合になりそう、いい試合になりそうだね。じゃあ私 D の付近で湧きたいんだけど、ちょっと分隊長がアサルト公平なんで、私はアサルトで行きますかね。分隊長、私がリバイブさせていただきますよ、僭越ながら。ちょっと LAB は無理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 、それは無理だわ。ちょっとまさか戻ってくるとは。あ、ありがとう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 。さすが分隊員の方。ちょっとさ、あれどうしようか。あれちょっと回復して、いやー、あいー、まあそうだよね、まあそうなるよね、そうなるよ。いや、こういうマップはね、船でのんびりおとなしくしてた方が多分ポイントも稼げるとは思うんですよ。じゃあ私船でリスポーンしましょうか。よし、あ、これ直さないとまずい。いいよ直すよ直すよ。何のために公平やってると思ってんだ。直しまっせー。よし、バカ旋回バカ旋回。じゃあ私は後ろからジャベリンで応援しましょうか。いつもね、いつもね、撃って殺されちゃうんですよね。よいしょ、私も撃ちった方がいいかな、これ。あー、これ以上首が回らない。あー、これ以上首が回らない。よし。あー、いるいるいる。よし。あれはちょっと、これじゃ狙えんち。大丈夫？どこが取られたの？でもこれの状態ではちょっと私はどうしようもないね。よし、ちょっとやっぱジャベリン打てるようにした方がいいぞ。いつでも直しますせ、いつでも。あ、味方はその乗り物を破壊してくれたのね。おお、さすがです。いいんですか、こんなところまで来て、こんなリスキルまがいなことして。オッケー、ビークルディセーブル。ここで止めるという戦法ですね、敵陣の乗り物を。ほら、オッケー、ビークルデストロイ。すごいリスキル、なんてことをしてるんだこの人。いけー。よし、これ船にあれ乗せてくれるとめっちゃ助かるわ。よし、あ、ビークルヒット、もうちょっとで落ちるんじゃないですかあれ。あー逃げられた。あー残念。ちょっとこれでダメそうだね。ちょっとね、なんか撃たれてません？我々どっかから。ちょっとすっごい撃たれてる。何何何、テレポートした今。撃たれた。うわー、あんなとこにいるじゃないの。まあ殺されていいですよ。まあ大抵ね、あの五輪中なのでこういうことしてるとバチが当たるっちゅうごったですね。アサルトで出てどうしようかな。分隊長湧きしますか。分隊長 A 取られてるけど、まあしょうがない、人がゾロゾロいってるぞ。今のはちょっと楽だった。撃て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 。分隊長に続け、分隊長に続け、分隊長。五輪中は良くないですよ。よいしょ、寝てる場合じゃないですよ、寝てる場合じゃないですよ。痛い痛い痛い。乗り物強い、乗り物強い、いつの世の中も乗り物強い。分隊長、ちょっと乗り物が非常にまずい状態ですね。私後ろで蘇らすんで、なんとかなりません。よいしょ、そこで死者が出てる。分隊員の、分隊員寝てる場、あーダメだ、コテ切れた。すごい人がすごいですね。
大丈夫？大丈夫そうですね。よし、分隊長どちらに行かれるんですか？今日は旗取りのお日柄もよく、ちょっと倒しました。ナイスです。分隊長サプレッサーつけてただ者ではなくていいです。よし、乗り物がいるとまずいですよ多分。あそこで湧いてる、ヒルアシスト。死人は出てない。あ、死人出てる。倒しました。よいしょよいしょ。あー、ナイスナイスです。ありがとう、助かった。あそこに敵がいますよ。皆さんスポットして撃退しましょう。敵はどこ、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 敵がいるみたいだぞ。あら、寝てる場合じゃねえぞ。どこどこ、なんかカクカクして動けないんですよ。どういうこと？ここに入るのも良くなさそう。よいしょ、ちょっとこれ出しておいてください。だいぶそう、だいぶそうですね。あそこで分隊員がボロボロにされてる。よし、ほら、ちょっとなんかカクカクするのはなんででしょう。そこにいる。よし、倒しました。乗り物、乗り物です、乗り物です。我々ちょっと無理なので、後ろから後方援護。うわー、すげえすげえすげえ。後ろにヘリコプター、後ろにヘリコプター。ちょっと残党がいないか確認しましょう。痛い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 。 C が取られてる。それ C、 もうちょっとすごいな、もう全然わかんない。うわ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 、いっぱいいるわそこに。あれ敵なのかな。いや無理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 。ええ、なんで、何貫通食らってんの。ふぅふぅ、どうしよう。あの腰打ちのやつ外してるとかやめましょう。ちょっとスポットできるときはスポットして、 C は大丈夫そう。 OK、 じゃあ我々、私が近いところはどこですかね。 C、 D、 D が取られちゃったみたいですね。なんかラグいな、なんでだ急に。何起こってる、何が起こっているんだ。このぐらいのラグはつきものです。つきもの、海外ロビーではつきものでございます。ここに一人、よし、まだいるぞ、敵がいるぞ。まださらすぎるな、身を。分隊員がやられてる。分隊員、あら、まだいた。だっちゃーん、なんかジャンプしちゃった、弾が出なかった。ジャンプして弾が出ないというね。ジャンプしてる最中も撃ってくれればいいの。うわー、すげー湧いてるそこで。どうしましょう、じゃあどうしましょう。この人応援しましょう。とりあえずすごい人いますよそこに。無理ですって、それはそれは無謀だと思うんですけど、さすがに。あー、無理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 。逃げなかった、すげえ。弾がカーブしてくるんですね、この世の中。ちょっともうダメそうですね。あのサプレッサーついてなければ手を出すべきではなかった。エンジニアに出てちょっと応援しましょう、この人たち。あれ動けないよ、ちょっと。もう来てるよ、後ろから、後ろから来てるよ、後ろから来てるよ。なんでよしよしよし、17しかない、やばい、私の命も。後ろに乗ってる人がね、のせいで直せなかったですね。途中で降りてくれたからよかったけど、残念だね。で、私 C 付近で終わりで、ちょっとちょ戦闘中、無理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 。ちょっとこれじゃないよ、俺が出したいの。はいはいはい、行ってきらっしゃい。あら、ロストだって。ちょっとすごいね、ここ。ちょっと敵がいるよ、そこに、ほら。またなんかプシュプシュ行ってるけど、大丈夫？上陸してる。よし、なんだか知らないけどラグい。
よし。いやいやいや、何が爆発してる。あ、痛い。また全部使った。オラオラ、腰痛い。オラオラ。ヘルス8で生き残りやがった。なんか戦車チックなものが走ってるぞ、海上。あれは船なのか。戦車みたいだ。ナイス援護。すげえいるよ、そこ。ちょっともうちょっとバック。おいしい。ちょっと、もうちょっとバック。とりあえず、いろいろ。おら。もう撃てる、やるぞ、やってしまうぞ、ここで。逃げろ。離れた方がいいんじゃないか。私離れた方がいいと思うんだ。なんでこんな近距離戦闘を挑んでやったんでしょうね。まあしょうがないよね。分隊長が偉いところにいるんだけど、この人何してんの、こんなところで。分隊長リスキルは良くないんじゃないですかね。分隊長頭がいいといえば頭いいですけど、分隊長がマップの地の果てにいるんですけど、 C も大丈夫。これどこ行った方がいいのかな。 D に攻め込んだ方がいいのかな。 G が取られてる。で D の側面から行きましょうか。ちょっとカクカクしてますけど、まあなんとかプレイはできる状態。よし、ゲームが終わるまで持ってくれ。よし、あれ敵、あれ敵じゃない。公平よりアサルトの方が良さそうな気がする。後ろ上にいる、なんかここら辺にいるみたいだ、敵が。いた。よしよし、ちょっと1匹いたら5匹はいると思う。まずいか、敵がうじゃうじゃいると見た方が良さそうだな。あそこに、え、赤点出てないよ。どこ、サプレッサーか、やるな。今ねパパ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 って音がしたんですけど、赤点が全く出てなかったんで、 BF の赤点ってすぐ消えちゃいますよね。撃たれた瞬間にマップ見てももう赤点がなかったりしますね。あそこにいる。やっぱりどれだけこのスポット作業が大切かってことですね。よし。くっそー、どうしようかな。じゃあちょっと分隊長は なんであんなところにいるんだろう。分隊長が非常に目指すところが違う形になってますね。ちょっとこの人と一緒に F を取って、いる敵。後ろにもいるのかい。後ろは任せたかった。リバイブ、これ敵陣がリバイブしてんのか。あれやってくれてんの。あ、ちょっと間違えて、この人やだ。分隊員がなんかもう海上を漂流してるんですけど。どういうこと。ちょっとここで湧いて、どこだこれは。なんかまっすぐ動けないぞ。どういうことだ。うおー、なんだ、びっくりさせんだよお前。ちょ、まだ来るんじゃねえの、大丈夫？まだ来るんでねえの？ちょっと、ま、あ、本当に？あれは倒したんじゃないの俺。厳しいぞ。あ、D 取ってくれてる？オッケー。乗り物が少ないな、出てる乗り物が。これは我々も行った方がいいのか。え、なんでこんなところに放置、やめてー。船にスポーンしたような気がするんだけど、なんで陸上にポンって出たの。意味がわからんぞ。船で出たから公平にしたつもりだったんだわ。仕方あるめ。またちょっとすぐ取られちゃうなこれでは。
またそんな殺生な、まだ私乗ってもいない。またラグ、なんかカクカクしてるのは気のせい、気のせいだ、気のせいらしいです。ここら辺敵がいるみたいで、あ、イエー、どこにいた、どこにいた、カナにいたのか、そりゃ気づかんかった。いやでも点差があるから、まだまだ大丈夫、まだ大丈夫はず。 A で湧いて、私は、ぶっ壊すことに専念しましょう。ちょっとなんで落ちちゃうかな、なんで落ちちゃうかな。ああもうバレバレだよねこれ多分。あら、ちょっとね、多分ね歩兵来ると思うんですよね私ね。そうそう、多分ね歩兵が登ってくる。足音は全くしない。どこ行った、どこ行った、マジで。あ、いた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 、あぶねえ。ちょっとあれ盗んでもらっちゃいましょうか、あの LB 湧いてたら終わりだけど。よし、ちょっとの直して、怖いけどちょっと 80% くらい回復したらこれで乗るもん。よし、私運転超下手なんで、これ多分水に、あれ、あ、これハマっちゃったんだ。あ、ハマ、え、ハマっちゃった、ハマってないやん。だいぶ、よし、ちょっと なんなんですかこれ。よいしょ、私としてはこのまま B に進軍したい。あー微妙に届かない、あのヘリに。あの B は無理かな、ちょっとこれ B 車で行けないでしょ多分ね。え、あそこら辺格闘してないのか、すぐ C4 とか貼り付けないと終わっちゃいそう。ちょっとなんか役に遅いんですけど、これはしょうがないことなのかな。 A が取られてる、 A が取られてる、車押せ、 A が取られてるぞ。いどこだ、あ、乗る、壊してまずかった、いいよ、 OKOKまさか俺の車に乗るとは言わんだろう、どうしようか。あ、でも取り返してくれましたね。 B があれはちょっと届かないよね、でもね。よし、遅いねこれまた。そのなんか微妙にカクついてるのは気のせいだと思いたい、多分気のせい。よく起こる、よく起こる。よし、アメリカの田舎の海戦なんてこんなもんよ。気まぐれ気まぐれ。よし、ちょっとすっごい遅いんだけど、これなんかそういう乗り物なんですけど、ほら頑張ってくれ、もっともっとスピード出んのかい、水陸要領者的な。これちょっと遅いな、これこれちょっともう撃ってくださいと言わんばかりの性能ですね。間に合った、間に合ったっぽい、間に合ったっぽい。よし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 、いる、首振り運動もね遅くて、もう私乗ると瞬殺ですね、ほとんど。あそこに一人いるね。スポット活動をして安全なとこから旗取りに協力するのが私の乗り物の使い方ですね。すっごいガクガクブルブルしてくるぞ大丈夫か本当に。 C ってどこだよ、 C ってどこ、私どこにいるの、あ、 D の近くにいるのね。じゃあ D 取りに行く、 D 遅いな、ちょっと遅いぞ、大丈夫か。ほらこっから、こっから狙って狙い狙い、あそこに敵がいるの、ほら
なんかアホは狙ってるぞ、あのとこから。ちょっとよしよしよし、ちょっとすっごい運転しづらいんだけど。いけ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 、今がチャンスと見た。ちょっとちょっと、ちょっと待って、 なんだよそれ。ひどい、ちょっとなんかつけられてるよほら。ああやっちまった、やっちゃった。いつも通りですよ、いつも通り。それあいたー、なんかノルマンディー上陸作戦的な。あんな塹壕から撃たれてるシーンありましたよね。どうしよう、なんかあんまり公平で言っても何の役にもなってない気がする。ちょちょっと分隊長とかで湧いてリバイブした方が面白いのか。ヘリがひっくり返ってるぞ、大丈夫か。ヘリがひっくり返ってるぞ、大丈夫なのか。ダメだと思う、多分おそらくダメだろう。いやー、それにしてもなんかカクカクしますか。 B 行きますか。 B、 日本の回線がねどれだけいいかですよ、本当に本当に。それは言えますね。アメリカの地方なんてもう日本の10年前と同じぐらいですよ。12、3年前。上に1人いますぞ。よしよし、倒しました、倒しに来ましたよ、倒しに来たやつ、助けに来ましたよ。そこで1人、そこでやられた。多分上から撃たれたんですよな、思うに。あそこで1人死んじゃったみたいですよ。え、どこ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 、ついつかなかった。いや、でも勝ったからよしとしましょう。いやー、でも相当強い人たちだね、味方にいた人たちが。まあ初見プレイでこれだけ取れてたら全然満足、満足満足。いや、面白そうなマップじゃないですか。いいですね。ちょっとカクカクして申し訳ない。多分なんか、サーバーの問題じゃなさそうだから、私の回線が安定しなかったかもしれないってことで、ちょっと見づらかったかもしれませんけれども、お許しいただいて、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。